で、今日は本格ミートソースってことで、人参をまずすって、野菜とか全部すって、で、やっていきます。もうするのでめっちゃ疲れた、マジで。で、火かける前に赤ワインと、あと、何入れたっけ？まあなんか入れるんですよ。で、クミンとコリアンダーを入れます。これ入れることでね、超スパイスになるんで、オールスパイスとかでもいいし、クローブとかでもいいし、でもね、やっぱ肉料理とかこういうのに合うのはクミンとかコリアンダーやと自分は思ってるんで。で、温めて、こんぐらいね、水分が飛んできたら OK。もうね、完全に飛ばしてください。なんで飛ばすかっていうと、旨味が凝縮されるから、めちゃくちゃ美味しくなるんで。野菜と肉、もう、焦がすとね、またそれが味になるんですよ。焦げっていう新しい味ね。で、トマト缶を入れた後にパスタを茹でると。で、またトマト缶を煮ると。で、こんだけポロポロになって水分飛んだら OK。あとはパスタ混ぜるだけなんですけど、このね、パスタの水も入れてください。なんでかというと、これはでんぷんなんで、小麦なんで、まとめてくれるんですよ、ぎゅーって。だから、トマトソースと、あとパスタをまとめてくれるんで、もう旨味のロスがないんですよ。やから、こんだけ綺麗にまとまる。旨味のロスないっしょ。高いな。ってことでできたんで食べていきます。めっちゃ美味しそうで超。まあこれ美味しいに決まってるんですよ。まずいわけないから。いただきます。うまっ。うまっ。お肉いただきます。お肉もめっちゃ美味しいわ。で、なんであんな量作ったかっていうと、まあ3日4日分できるんですよ。まあおかずとして使えるんで、自分は減量中とか、いろいろストックして、で、それを食べるっていう、温めて食べるっていう生活が結構多いです。やから何って話なんですけど、冷蔵庫にやっぱね、作ってる、出来上がってるもんがあると、なんやろ、もう、安心感があるから、何もせんでも作れるみたいな。まあ、減量中はね、結構、めんどくさくなったりとか、あるから、やっぱ家にあるっていうのがでかいんですよ。変に外食するっていうのもなくなるし。なんかあるっていうこの安心感がやっぱりね、何回も言うけど、これがあるかないだけ、あるかないかでもう、人生もう、360度変わってくるから、360、一周しちゃったな、これ。まあ、でも結構変わってくるから、まあよかったらね、一人暮らしの方とか真似してみてください。ってことで、最後まで見てもらってありがとうございます。朝や冷蔵庫の写真だけ載せときます。こんな感じ。なんで、マスイアンキ料理とかいろいろあげてるんで、よかったら見てください。じゃあ。